ウェストレーク埋め立て地はアメリカ合衆国ミズーリ州ブリッジトンにある密閉された裏打ちされていない混合廃棄物の埋め立て地である。2017年の HBO のドキュメンタリーAtomic Homefrontで特集された。その内容は放射性廃棄物を含んでいると示されてきた。それはまた環境保護局のスーパーファンドの浄化用地でもある。ウェストレーク埋め立て地の航空略図ウェストレーク埋め立て地用地はウェストレーククオリカンパニーが創業する石灰岩採石場として1939年に始まる。用地での埋め立ては1950年代に始まった。数回にわたって持ち主が変わった後、1973年に B&K コンストラクション CEO というコッター会社によって契約された会社が、もともと貯蔵されていた放射性物質の一部を近くの貯蔵設備に投棄した。8700単トンの浸出した硫酸バリウムという最低の相対放射能を帯びた物質が埋め立て地で汚染物質を希釈するために 39,000 単トンの強度と結びつけられた。浸出した硫酸バリウムはマリンクロットケミカルワークスのマンハッタイ計画の一部として、ウラン濃縮計画の副産物であったし、後に核兵器製造、そしてそこに、それを投棄することは違法であった。用地での放射性物質その他の発見のために、ウェストレークは、1989年10月に、スーパーファンドの用地として提示され、1990年8月に、公式に登録された。原子力規制委員会は処分を発見し、用地を調査し、1977年に報告を公表した。1989年10月28日に、ウェストレークはスーパーファンドの用地として提示され、そして環境保護局は埋め立て地を国家優先事業一覧表に載せ、1990年8月30日にスーパーファンドの用地として指名した。環境保護局は潜在的に責任を負うべき4社を一覧表にしたエネルギー省、コッター会社、及びリパブリックサービスの従属会社、ブリヂトンランドフィルとロックロードインダストリーズ。環境保護局はCERCLAの指針に沿った調査と評価を行うようにこれら関係者に指示した。複数の研究、公開ミーティング及びパブリックコメント期間を含む何十年もの調査の後、環境保護局は最終用地洗浄計画を選んだ。2008年に EPA はU-1 の40エーカーの上に多層カバーをかぶせて汚染用地を封じ込めることを発表した。EPA の計画は施設の管理と用地の監視をも必要とした。環境保護団体及び一般公衆から追加のコメントを受けた後、EPA は潜在的に責任を負う当事者らに代替的な浄化オプションの研究を依頼するように求めた。2011年に結果として生じている補足の実行可能性研究は発表された。2012年に環境保護局国家救済審査委員会との協議の後、環境保護局は潜在的に責任を負うべき当事者により多くのデータを収集し、追加の評価を実行するように依頼した。2013年に用地とその周辺地域の航空調査を行った後、環境保護局は放射性廃棄物はU-1 内に含まれたままであり、周辺地域への安全リスクをもたらさないと報告した。ウェストレーク埋め立て地は近くの地下のくすぶり火災及びU-1 から1000フィートだけ離れたところの事故のためにさらなる精査をされている。万一火災が放射性廃棄物のU-1 区域に到達しても放射線リスクは低い。2018年2月に環境保護局長官スコット・プルーイットはウェストレーク埋め立て地を修復する提案された計画を告知した。掘削プラスまたは選択肢4として知られて計画は1グラムあたり 52.9 ピコキュリよりも大きい濃度の放射性衝撃物質を最大深さ16フィートまで除去することを含んだ。提案は埋め立て地から放射能の約 67% を除去するだろうし、推定費用2億3600万ドルで履行するのに5年間を要するだろう。ブリヂトンランドフィル LLC、ロックロードインダストリーズインク、コッター会社及びエネルギー省を含む潜在的に責任を負う当事者らは浄化の費用に対して法律上責任を負う。計画に含まれているのは長期間ブリヂトンのコミュニティを保護するであろう遮蔽システムを建設する提案である。埋め立て地は複数のセクターに分けられており、そのうちに、運転可能単位、U-1 及びU-2 がある。U-1 は放射性物質を含んでいる。U-2 もまた同様であると示されている。U-1 は表面940立方ヤード及び地下24000立方ヤードに及び、一方でU-2 は表面8700立方ヤード及び、地下109000立方ヤードにわたる。連邦環境保護局が現在は、ウェストレイク埋め立て地を管理している。環境保護局は、U-1 の遠隔、現状及び提案された、救済策を小説している複数の研究及び報告を命じた。2000年4月に、環境保護局は、報告、救済調査報告書ウェストレイク埋め立て地、運転可能単位1を発表したが、これは、用地の遠隔及び状況を詳述した。2006年5月に、環境保護局は、U-1 の実行可能性研究を発表したが、これは、U-1 のための可能な救済オプションを評価した。研究は、2006年現在の用地の状況を、詳述している1章を含んでいる。これらその他の徹底的な調査の後、環境保護局は、U-1 の決定記録に署名しました。2008年5月に環境保護局はその決定記録を発表したが、これは危険区域を含むように設計されたキャッピングシステムの指定及び地下水の長期間モニタリングの計画を含む強制のための指定された行動方針の輪郭を描いた。特にそれはU-1 の影響を受けている地域を覆う多層埋め立て遮蔽の環境保護局の提案された救済を詳述した。環境保護局は補足的な実現可能性研究を依頼し、これは内部機関の審議と利害関係があるコミュニティメンバーによる論評の考慮の後に続いた。環境保護局は決定記録に関するフィードバックを受け続け、そしてそれに応じて潜在的に責任を負う当事者がU-1 の補足的実行可能性研究を実施することを求めた。2011年12月に完全な SFS が公開された。環境保護局からの現在のマイルストーンとタイムラインは以下のものを含んでいる。ウェストレイク埋め立て地での表面火災2014年2月2010年12月に隣接するU-2 埋め立て地地域。ブリヂトンサニタリーランドフィルを監視している人々は、いくつかのガス抽出位で高温を経験して、報告し、表面下でのくすぶり事件が始まっていたと断定した。SSE は、埋め立て地内の奥深くで生起する化学燃焼の一形式であり、それらが酸素が豊富な表面につかない限り、目に見える火炎や大量の煙を発生させない。それは、通例。数年間にわたって続く。2013年3月にフットボール競技場15面分の深さ150フィート超の地下で高い表面下の温度が測定された。もしそういう大きい地域を掘削し反応を消そうとするならば、たとえ不可能でないにせよ困難であろうし、おそらく有毒な気体と反応が表面まで通り抜けるリスク等を増加させるであろう。くすぶっている火の発見以来、リパブリックサービスは隔離障壁が建設されるように命令したが、これはくすぶっている衛星廃棄物がU-1 に貯蔵された放射性廃棄物に達するのを妨げるであろう。環境保護局は、ミズーリの天然資源部門、連邦陸軍工兵隊その他と協力して、2015年12月にウェストレイク埋め立て地、スーパーファンド用地のために物理的な隔離障壁を設置する決定を告知した。この計画は冷却管を含む他の光学制御の設置を推奨し、これは表面下のくすぶり事件が、陽地の放射性物質と接触するというありそうもない事件におけるあらゆる潜在的衝撃を妨げる。さらにまた、埋め立て地所有者らは、ガスをモニターするために使用する技術を向上することに、加えて、ノース採石場を覆うキャップを設置し、キャップの下に液体とガスを捉える塹壕を作るつもりである。ウェストレイク埋め立て地には放射性廃棄物がいくらかある。2015年の環境有害物質特定疾病対策庁による独立した評価は、これは周囲のコミュニティに健康リスクをもたらさないと結論付けた。ラドンガスの量は肺がんを引き起こすレベルよりも十分に低く、埋め立て地近くの地下水は周囲のコミュニティから遠ざかり、飲料水に使用されず、そして土壌サンプルは放射能汚染の証拠を示さなかった。2016年半ばにウェストレイク埋め立て地の管理を連邦陸軍工兵隊が管理する休利用用地強制実行計画に移行するという求める運動があった。フーズラッペは1974年に連邦原子力委員会の初期の核活動から生じている放射性廃棄物を浄化するために設立された。フーズラッペは、用地研究と評価を行うために、独立した政府科学者を利用している。徹底的な評価が実行されている後に、連邦陸軍工兵隊は、どのように放射性廃棄物を管理するかを決定している。財政上責任を負う当事者らは、この決定に法的に異議を申し立てることはできない。フーズラッペは現在、セントルイス大都市圏内のセントルイス空港用地とヘーゼルウッド一時貯蔵用地の2つの進行中の共生プロジェクトを管理しており、そのどちらもウェストレイク埋め立て地と同じ組成の放射性廃棄物を含んでいる。部隊の土木局長、スティーブン・ストックトンによれば、もしフーズラッペにウェストレイクを追加しても、共生を早めないであろう。さらに、連邦議会エネルギー委員会の主要委員らは、連邦陸軍工兵隊と共に、埋め立て地の監視を EPA スーパーファンドからフーズラッペに移す、ミズーリの代表団による提案に反対している。ありがとうございます。